研修名人会見の毎日検証生活っていうかなんかあのちょっとなんかね平塚の平塚市っていう神奈川県の都道,都道府県の神奈川県の え、平塚市っていう市があるんですけど、そこのなんか公認 YouTuber の方が、なんか月曜から夜更かしに出るから見て、みたいなえ、そんな感じでなんかね、すごい私が大嫌いな番組なんですけど、なんかそこに出るから見て、みたいな感じで超、なんか、 あの、期待してたのに、なんか出たのが、なんかドラえもんの声そっくりな人が、おばちゃんが出たみたいな感じで、うん、ドラえもんの声にそっくりなおばちゃんって何さ、みたいな感じでちょっと、えー、気になってはいたんですけど、なにあのさ、ちょっとババになるとさ、声太くなんだよ、多分。みんなドラえもんなんだよ。そんなことないかな。すげえ似てんのかな。なんかでもドラえもんやると結構きついぜ。 うん。あの、普通に喋ってて、ドラえもん。うん、私普通に喋ってた松田矢海って言われるんだけどさ、ドラえもんをやろうとすると、やっぱりちょっと辛いぜ。なんだい伸びたこと。これとこれとこれと、えあ、とこだよ。口で言ってやるから、ちょっと辛いぜ。うん。それはいいとして、えー、あのですね、カルビー大収穫祭、カルビー大収穫祭の、 え、これは、あの、ポイント張りとかやって、少し、ちょっとね、ちょっとこもってて、やっとなんかだいぶ落ち着いてきて、でもまだちょっと、部屋とか全然なんか段ボールだらけで、ちょっとまあ全然なんか、気分的になんか、ダメなんですけどね。もうなんつってもまだ、あの、夏休みが完全に開けてないっていう、こう状況なんで、本当になんか一人で集中する何時間って言っていうその時間がないので、 ちょっとね、うんこれも、これも多分自治体によって全然対応違うと思うんですけど、うちはね、あの、一日おきに <laughs> 休,休みというか自宅になるという。で、自宅で、ね、オンラインなんだけど、その、オンラインの時にガチにオンラインっていうわけでずっと勉強してるとかっていうわけでもなく、なんかゆるーいオンラインなんかもう今だけ残ってもみんなこんな感じになっちゃうのね。 あの、新入社員で1年目の人もオンラインで研修、2年目も研修みたいな、超楽みたいじゃん、オンライン。なんか、とりあえずあの、上だけ見えるとこだけちゃんとした服着てて、あの、下をなんかダルーっとしてて、で、なんか、はい、出勤みたいな、そしてなんか、ちょっと映したくないところは映さないで、はい、ランチみたいな、で、ビールまで飲んじゃって、みたいな、そういう、うん、これ、羨ましいな、みたいな感じな、あるんだけど、でもさ、 せっかくさ、社会人の若いうちの1年目、2年目とかにスキルアップができないという点ではちょっとなんか不利なんじゃないかなと思ったりとかするんですけど、いかがでしょうかねそれとあとなんかね、あの、ちょうど今、司法試験の結果が出た時期がこれくらいの時期なのでですね、あの、ちょっとあの、弁護士に、 なりたい人とかは、ちょっとざ、ざわついてるんじゃないですかね。最近ちょっとあの、弁護士っていうのもなんかこう、質が違ってきてんだよな。なんかもう、もう文字を見て、文字を見て、それをなんか文字で戦うみたい。なんかちょっとね、あの、こうなんかこう、憧れる弁護士ではなくなってきてんだよな、ね。なんかあの、こう私がなんか弁護士に、ちょっと嫌だなと思ったら、あの、離婚 弁護士系のあのそういうのがすごい多いとか離婚とか現実は離婚裁判とあとなんか財産とかのそういう裁判が実に多いっていうのを聞いてまあなんかやだなって。 思って、なんかちょっと、なえた気がするんですけど、もうるか昔なんでね。で、あと、大学に、その入学するときに、あの、法学部全部落ちて経済学部しか浮かんなかったっていう実情を踏まえてですね、ちょっとそこでもうな、なんかなえたかな、みたいなところがあったんですけど、まあ、今と、今となっては、本当になんか良かったなと思ってます。あの、すごいなんかの良かったなって思ってます。あの、あれで、ね、なんか、 やっぱり良かったですよ。だって弁護士って意外と給料安いんだもん。それに比べて、労働がすごいなんか過酷っていうかさ、なんかこう、やっぱり弱たりっていうのはじょあの重要なんだなって。うん、良かった。良かったよ。あの、経済学部で。もう6人学校行ってないんですけど、それでもやっぱりね、睡眠学習っていうかな、な,なんかこう、 な、なんだろう場の雰囲気とか、そういうのになるのかわかんないですけれども、体育の時に勉強した何かが役に立ってる手はないと思うんだけど、あの株やってるとか何やってるとか、何をおっしゃいますあなたは経済学部バリバリなんかあれで俺じゃないですかみたいな感じかもしれないけど、でも、 うん、まあ、馬鹿にされないでは済むよね。なんか、株やってますかなんかあの、あの、人の中で、やっぱり、ポンダイですっていう人よりも、大学独立活動の、あの、KKK でございますみたいな感じで言うと、馬鹿にはされなくて、であのち、ちょろちょろっと、私でも株は、あの、ジャブ社長から教えてもらって、いろいろなんかこう、株の集団を取るところからなんかこう、は、始めたんだけどね。 うん、赤株主優待的なやつは。あの一応投資的には結構もう高校生ぐらいの時から一応やってたんですけど、でもまあね、その頃そんなになんかネットでこう売買とかそういう時代でもなかったので、あのー、うんまあ、やってはいるけど、あんまりこう売買するんじゃなくてずっと持ってる放置投資家みたいな感じだったので、うん、ね、あの、活発に割、割と 割と、どれくらいが、どれくらいが、あれなんだろう。まあ、デイトレみたいな感じで、1日で買って1日で売るっていうことはそんなにしないですけれども、まあ、中長期、とにかくピンポイントで、ここ、重要、みたいな曲名の時に、ちょ、ちょっとこう、パソコンの前に座ってるぐらいな感じの、ゆるい、ゆるい感じ、かな、ゆるい感じで、で、じゃあ、じゃあそれが、 ど、どれくらいなんですかっていうと、あの、年間で700万ぐらい。まあ、ちょっとサラリーマンよりいいかなみたいな。でも、あのー、幼稚園の、子供が幼稚園の時とかって、あのー、送り出しがもう9時半ぐらいで帰ってくるのが2時ぐらいだったんで、これもうむちゃくちゃなんかあの、始まりと終わりに参加できないっていう、この、なんかこう、 もやもやする状況で、でも、お迎えに行かなきゃさあないな、みたいな感じで。うーん、ねえ、本当なんか、あれは迷惑だったんだけど、でも、なんか、それに、のめり込みもせず、一応、子供軸に、こう、まあ、っていう感じですかね。もう、今は全然もう、なんかこう、YouTube やり始めたりとかしてから、まあ、でも、その前になんか、いろいろ取り憑かれて、あれですね。うん、あの、株のなんか、こう、 やる意欲とかもどんどん削がれてって、あの、もう今はこう、検証が楽しくて、ちょっと検証の方にこう、頑張ってるみたいな。だからもう結構無駄な活動多いですよ。あの、スーパーを巡ったりとかいろんなところに行ったりとか、いろんな検証を見たりとかする時間が、なんかちょっと、あの、あんまり全然これお金的な費用対効果にすると大したことないので、はっきり言ってね、YouTube とかでね、 年間700万を設けようとするとやっぱなんかもう無理だと思うよ顔出してその顔がイケメンでイケボでいろいろ企画して編集してとかってやって700万ぐらいなんじゃないかなっていう算出があるのであのもう生活のできるレベルでかつでもそんなに豊かじゃない系でもまあそれくらいいけばまあすごい。 かなと。私はなんか資産って、頭の中でなんとなく弾き出してっていう感じ。だから一般人の普通のなんかババアレベルだったら、年間20万なんてね、とってもないよ。うん。まあ、そんで、ね、それでなんか動画で20万で広告料で稼いでるんだったらまだしも、なんかあんま意味もないライブでさ、そのなんか自分の仲間内から金をなんかせしめて集めて、そ,それって身になってんのみたいな。 なんか、そういうの嫌いなんだよねっていうのは良しとして。で、今日はですね、うん、なんか、あの、司法試験の合格発表の日ということで、あんまりでも、あれか、ちょっともう一日経ってるっていう、そんな感じで、えちょっとそれ関連づけたですね、ちょっと私、あの、あれを、ビリビリビリ、開封の儀を。あのね、あのね、もう本当私ね、意外とね、保身、最近保身、 もうこの人生において、やっぱりこれはちょっとおすすめしとこうかなと思うので、ちょっと言ってきます。えっ、ー、と、もう、あんまあ、ろくにね、ろくに私説明も聞かず、もう、あのー、ろくに説明も聞かず、私ももう、入会っていうか,あか、あの、あの、この、加盟したんですけど、これ、これ、えっ、ー、と、 最初からの方がいいのかなえっとですねこれこれはい弁護士保険ええー、弁弁護士費用保険見方っていうところですこれ,これちょっとだ電話番号やっていいのか分かんないですけどこれ「弁護士トーク」とかねこちっち弁護士ネタで来たんでちょっとこれともとも届いたのが昨日だったんで。 ちょっとこれ,これせっかくなんで紹介しとこうかなと思ってあの今もし何かで悩まれてる方とかもいろんなことで悩まれるんだよあの隣にね変なやつが引っ越してきたから始まって近所トラブルとかねもうそういう時とかのこの見方もう私はねもう本当に あの、何がっていうかもう、立ちの悪い奴に絡まれたんで、そいつがすごいってわけじゃなくて、そいつの立ちの悪さがあまりにも悪名高すぎて、 そう弁護士に断られまくったっていう苦労したあの時がありまして、それがね、まあ大体このくらいの秋の時期で、ちょうど子供の幼稚園の受験をしようと思って、幼稚園受験の前日とかに、あの、カルビー大収穫祭の第1回目の、あれが来てからの地獄ぐらいな感じですよ。だからこの時期はもう本当に、 なん、なんとも切ないなんかこう、なんだろ、うこう、気持ちになるんですよね。で、やっぱり私と同じような思いを、えー、して、本当になんかこう、中には死んじゃう人っているわけで、だったら、ちょっと私のできること、できる限りのなんかこう、ことをですね、あの、こうね、もしなんか、ちょっと うん,なんか経験経験談言える範囲で経験談っていうのとあと今後の展望ということで私が今やってることとっていう話してみようかなっていうそんな感じですねこのえこれこれこれもう本当ろくにろくにあの見ずあのこうねあとこれ加入した感じなんですけどいいじゃんこれみたいなあとねペットの保険のとかも入ってんだよね保険 マニアなんですよね、意外と。資格マニア、保険マニアみたいな。で、あの、日々の生活はそんなにキツキツに、あまあ、詰めてるわけじゃないんですけど、人から見たら、あの、なんかほら、価値観って違うじゃん。あの、じゃらじゃらさ、あの、なんか、服とか、持ち物とかにお金をかけて、ビシッとしてれば金持ちって思う人がいるかもしれないけれども、なんかこう、なん,なんだこいつって思ってても、 実はなんか金持ちだったみたいな、そういうパターンとかもいろいろあるわけじゃないですか。人は人は見た目によらない的な感じ。結構なんか見た目でバカにされることが多いんですけど、因縁つけられたりとかね。すごい多いんですけど、私割と保身派なんで、なんか服とか買って、 で、服とか靴とか、自分の見た目を着飾るよりも、中身をなんかがっちり固めておきたいっていう、そんな感じでですね、この見方に入ってみました。これはね、ちょっと初回48時間以内のスピード回答。えー、っと、あと2名以上の弁護士による安心感っていう。2名以上の弁護士っていう、あの、この人とこの人と、こ説明聞いてないからね。ただ、この、もう、こういうので、もう,もうね、 もう普通に暮らしてる人ほど、なんかこう災難とか災害とか、なんかこう変なことが来た時に、トラブルが来た時に、ドーンって落ちて、もうそこから、なかなかやっぱり、あの、まず精神とか気持ちとかが崩れたら、それってもうね、本当になんか修復可能よっぽど骨折した方が、かっちり治るんじゃないかっていうくらい、心の傷っていうのは治らないんですよ。 本当に、あの、悪夢みたいな時とかって、夜寝れなかったら、やっぱり一日中寝れなかったら、本当にな体動かないしね、辛いですしね、あの、それでいて、子供がちっちゃいから子供の世話しなきゃいけないっていう。で、あの子供がね、こう、こう、うわって来たとしても、ほん、ほん、本来の自分の、ね、どこ全力でいけないっていう。ただでさえね、 あの、もう、すごいさ、20代のさ、もうなんか、なんていうのかな、すっごい若い、辻ちゃんみたいな感じのママでパワフルにファーってこうやってって、親とか兄弟とか周りにいて、あのサポート体制万全みたいな感じでやってるわけじゃないのにさ、襲われるとマジなんか勘弁してくれよ、みたいな。 あそんな感じなんですよ。それがなんかね、自分のなんか、まぐっちがどう抜こうのって、お前孫がいるんだったら、それなら子育てしてる人の気持ちって分かんねえのかよって思うくらいなんかちょっと本当になんかムカついたんですけど、まあそれはいいとしてですね、弁護士費用、まあ弁護士費用もすっげえお金かかるんだよ。経験問題とか見てても、 結構なんか400万を貸したら何だのなんだのとかで相手からそれを取り返す。一回自分のお金だったものを取り返すのがむっちゃあんだけ揉めてなんかもう大変な騒ぎになったりとかするじゃないですか。実際なんかのあのトラブルとかにあったりとかも、それがどんなトラブルなのかがわからないから、 まあ、ちょっと、保身をしとくっていうのはいいんじゃないかなと。で、こないだテレビで見たときに、なんか、ね、相模原市って言ってたよ。相模原市で、なんか鍵穴にアロンアルファをくっつけて、あの、器物損壊で捕まったやついたみたいですけど、今本当に防犯カメラの解像度が良くなって、 で、やっぱりそういうのですぐ逮捕とかになるんだな、みたいな。私なんかもかなり鍵穴もやられたしね。車にうんこ。 詰められたりとかね、いろんな嫌がらせとかやられたりとか、あの、誹謗中傷とかも、あの、やられたりとか、いろいろな経験があるんですけど、いかんせんの、私の、なんか、まあ、若い時とかは、そこまでの解像度じゃなかったんで、今は、ものすごいなんか恵まれてるなって。で、私がこの YouTube を始めようみたいな感じで思ったのは、で、まず、一番最初に、もうもう、スペック最高のスマホを持って、自己保身をしようと思って、 iPhone11 Pro Max を買ってですねこれも20万ぐらいするんですけれども一番最高スペックの500何十5 0 0 5 2 8かなギガかなんか買ってもうなんかどっか行く時にももう自分のなんかこう行動してるところをこうカメラで撮影しながら音声とか全部それらで入るでしょボイスなんとかとかであんなんじゃなんかちょっとあの ちょ、ちょっとなーって思ったんで、あのー、本当に現実的に自分の姿を盗撮したりとかえしてるやつとかがいたりとかして、なんかそれをなんか LINE でチャット送ってるババアとかもいたりとかして、そいつにね、もう直接なんかもうこいつ、あのー、私人逮捕とかしてやろうかと思って、何やってんですかみたいな感じで声かけたらなんか逃げられちゃってさ、え、いや、別にいいとかして、あいつはマジ、帰って、 あの、結構下っ端の変な、誰か知らないんだけど、あの、多分下っ端のやつで、かなりビビったと思うよもう。本当に。いや、の、の、なんだこいつ。でもそれで私があれで追いついて、あれ、たまたまなん、どこだとっっけなの、ちょっと、道がよくわかんないさ、ところだったんで、なんか逃げられちゃったんだよね、最後。あの全力で走れば、なんとかなって。 あったかもしれないんですけど人の姿を見て、それをなんかこう、グループラインかなんかで、なんかこう、あいつがいましたみたいな感じでやってるやつとか、あのね、ほんと、主犯格のなんか女王鉢みたいなやつみたいな、な草ばバーがいて、そいつに報告するなんかこう、しもべみたいなやつがいて、で、それで、あ、そいつに頼まれたからといって、それなんかあのー、 ね、写真を撮ったりとか、それなんかあれとかやって、うん、絶対そういう、そのしもべみたいなやつらは嫌な気分だと思いたいんですけどね。本当気持ち悪かったわ。俺もでも最近ちょっと、やっとなんかちょっと、あの、強くなってきましたわ。そう、こういうなんかね、そういうなんかの、ね、いろいろな経験があったので、ま、ずこう、ハイスペックなスマホを持っていた,いたというのと、なんかそういうことがあったので、 なんかね、あんまり SNS やってなかったんですけど、N 国系の方、NHK オブク o u の方々とかの、なんか、この、なんか、支持者とかのあれとかが、うーん、なんか、うん、なんか、なんか SN、SNS で、最初になんかこうい、いろいろなんかこう、なんだろう、もう、うん、なんか、なんか優しく、こう、 仲間に入れてくれたみたいな。なんか、本当選挙の人たちっていうのはね、なんかいいですよ。仲間に入れてくれるから。なんか、うん、すごいなんかそれ、それはね、ありましたな。これ、なんか弁護士紹介サービスについて、あ、これね、なんか一応資料請求とかでもね、資料もらえるんで、この資料がね、直接見たい方はぜひ、あの、味方って、味方、弁護士、えー、費用保険、味方っていうところに、えー、電話かけると、 多分これ資料をくれると思いますよ。うん。ど、どんな感じなのかも、6よくわかんないけど、家族全員分お願いしますみたいな。弁護士直通無料相談全国対応1回15分まで通話料全国一律。うん ななんか、もね、この辺はよくわかんないけど、とりあえず、あなんか、やんごとでなきことが起こった時に、とりあえず、相談できるとかいいかもしれないですよね。まあ今、弁護士といい、いますけどね、私の関わってる弁護士の先生いらっしゃるんで、その方になんかトラブルがあったら、あの相談すればいいだけなんですけど、うん。なんかそれでも自分が、あの、なんか、 言ってる弁護士の先生でも、やっぱ弁護士でも強い分野と、あの、ちょっとっていう分野があるんで、ね、なんか、これから何が起こってくるかわかんないっていう、この不安感、わかります一回、こう、なんかこう、ガーン来ると、もうなんか、ありとあらゆる不安にね、取り憑かれるっていう感じそれで、ちょっとこれ、なんか、あの、弁護士保険に加盟してみます。これ、これ、どこに貼るん、貼れんかな、これ。あ 車だ。車とかもいいかもね、これね。あのね、うちのね、なんかの、子供を迎えに行った時に、えー、なんか、友達じゃないからママ友じゃないんだけど、ちびのすけの同級生の子供の、あの、同級生のこのお母さんの車に、ちょっとぶつかったのね。それで、あの、もう、保険を呼んで、 保険屋さんを呼んで、それで全部対応してもらったんですけど、別にあの人が怪我したとか、<laughs> だって私がだからあの車をこう入れるときにしくじってバッとぶつけただけだったんですけど、なんかそれをさねち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 謝ってこないみたいな感じでネチネチ言われた時もあった。でもこういうのってさ、あの車の事故と事故とかそういうなんかあの刑、ー、とかっていうのは。 もう当人同士が、なんかをこう、謝ったり謝らないとか、そういうことをしちゃいけないとかっていう、あ常識知らないんかねみたいな。その代わり、あの、事務的に作業していただく、その、ね、間の保険会社を使ってるっていうのに、だって、まあ、ご不自由とね、迷惑をかけたから、申し訳ないっていう、 思うから、とりあえずそれを保険会社にお願いしますみたいな感じでやってるわけで、うん、親謝ったりとかしとったらよくないっていうのをあの聞いて、 で私は特に謝るとか、そう、個人的なことはせず、あの、保険会社にお願いしたんですけど、触れ、でも、それが原因で、ネチネチ、ネチネチなんか言ってましたわ。あの、ママトブのあの、ボスザルみたいなやつと、まあでも、ボスザルって言っても、私らよりも、年下の、まあ、全然なんかこう、 はみたいな。専業職の人なんで、ボスザルっつってもね、つーか、私、あの、ママ友の中に入るとか入らないとか、まあ、今はこういう時期なので、そういうなんか、こう、無駄な、こうさ、ぬぐい拘束時間ってあるじゃん子供、保育園、保育園とか幼稚園とかのさ、バス、保育園はバスないか。幼稚園のバスとかの送り迎えにこに行くと、必ず30分とか1時間ぐらいそこで立ち話をしなきゃいけないとか、迎えに行ったら絶対そこで、うん、喋ってなきゃいけない あれがうざくてさで、その、あの、会話に、中に入ったとしても、結局中身はさ、蔵寿司の方がうまいだろうあの、はま寿司がうまいだの、なんかしな、なんだっけな、なんか、洗濯機が壊れたから、だんだんと買いに行って、どれがいいだとか、どの店がいいだのとか、全然なんかくだらねえ話にさ、ずっとなんか付き合わされなきゃいけないわけじゃん。な、そう、や、ん、 い全然なんか生産性のないなんかどうでもいいネタを喋らなければいけないという。なんか私はもっとね、興味のあることがあるわけですわ。ね。だけどそういう私の興味のある話は全くなんかその話題にはなってこないので、なんかもう、うん、あのつるむ必要なしみたいな。でも子供自体が、子供自体がですね、すごいなんかあのー、うちは、 あの、なんか、とりあえずスポーツが、えー、抜群だったとか、そういうので、ね、子供自体がもう、結構一目置かれる感じだったんで、あんまなんかその、うん、なんかいじめとかにも合わず、よかったですよ。ほんとなんかもう、子供、申し訳ないみたいな。うん、出来がいいと、子供が出来がいいと、割と親の出来の悪さが、あの、うん、なんかこう、緩和されるというか、 いいですね。ちょっとこれ、どこにあるんだよ。これ、車は分かったけどさ、これ、これ、これ,これを、は、つけてどうすんだよ、みたいな。ちょっと、うん、ちょっと、こういう見かけたことない,いこう、NHK 撃退シールみたいな感じかな、これ。これこう、家の前にこれつけておけばいいのかな <laughs> 家の前に、うん、なんか、ご近所トラブルみたいな、そういうなんかさ、変なさ、なんかあの、まあ、でも私の場合、SNS で嫌がらせされてるんで、 これ、あの、これ、あの、ね、コミュニティかなんかで、ね、貼っとくかな、あの、ブログかなんかで、ね、言っとくかな、YouTube でこれ、はい、入りましたっていうので、あと、あの、もう、あの、入ってんぞみたいな前。 うまいなあみたいな。ここれ、これが抑止になる、なればいいなって。うん、そうしかないかな。あ <laughs> れとかねえだ,だって別に近所付き合いで NG ってわけでもないし、でもなんかあった時にこれ、ほっといたら威嚇になるのかな。車、車関係はあったから、車関係も、こう、毎日送り迎えしてるんだよね。やっぱりこれ、これ、貼っといた方がいいね。これとりあえず、ほ、自己保身でね、これ、貼っといた方がいいかなっていう。まあでも今トラブルがあるわけでゃなく、 家族分入ってるんで、なんかいろいろな、こう、あの、あるんですけど、でも、まあこれ使うとか使わないとかっていう、そういうあれじゃなくてさ、別に、あの、もう生活が、 あの、もう、もう、全く、もう、見動きできないくらいな、困窮してて、だこういう、なんか、保険とか、クレジットカードとか、そういう、なんか、いろんなものに加入してるのを全部、なんか、カットしないと、生活できないレベルの困窮さだったら、このあの入いてる余裕とかないんでしょうけれども、もう、やっぱり、なんか、精神的な安心感を、これで、なんか、買うみたいな、あの、ペット保険もそうですよ。ハリネズミの、あの、ぶっちゃけ、ハリネズミ自体が、 多分個体が2万8000円とか3万円ぐらいだと思うんですよ、多分。で、それピンキリでして、なんか安いところだと、もっと安く売ってるとか、でもね、ペットショップの安いとか、あの、保護猫さんとか、そういう感じとか、まあ保護ホックはいないん。 聞いいたことないけどでもうちのさくらは多頭買いで飼いきれなくて困ってる人からもう餌とかすごい結構食べるから猫の餌を混ぜてあのやってるみたいな方がいたのでもっ、ま、と SNS で知り合ったん人だったんですけどそれであのじゃあ保,保護しますみたいな飼いますみたいなあのいっぱい生まれちゃって困っていた あのまあ、ほんとガチにあの近,近所で、えー、ハリネズミを飼ってる人っていうのもいたし SNS でそういうのを見かけたこともあるし何、うん、かほんとになんかねうまくいく人はね あの、繁殖じゃないですけど、一夜にして、気がつかないうちに、あのー、ハリネズミ同士が仲良くなって、気がつかないうちに子供がなんか6匹生まれてたとか、8匹生まれてたとか、あるみたいなんですよ。でもそれはまあ保険は関係ないけど、ハリネズミってそうやって生まれたとしても、一人一人小屋とゲージが必要になるから、 結構きついと思うよ。うちも3匹飼ってますけど、3匹あの別々の住処かで寝てますからね。住処かっていうか小屋が、ちゃんと小屋は別々にあって。 で、家も別々にあって、たまたまに、本当にたまに、ちょっと一緒に遊ぶみたいな感じの、えー、なんか育て方になるので、多分ね、いっぱいいると、いっぱいいたで、あの、どこかのタイミングで、大人になったタイミングかなんかで、こう、みんな個別の家を用意しなきゃいけないから、結構大変になっていくんじゃないかなと。で、ハリネズミが、あの、3万円、 ぐらいなんですけど、えー、っとね、アニコム保険だとハリネズミの、まあ、確か5割負担と3割負担っていうのがあって、えー、っとね、3割負担のアニコム保険だと、年間2万8000円、2万7000円、2万5000円かなどっちだよっていう感じなのそれくらいなんですよ。ハリネズミ1頭の値段と大して変わらないのが一緒じゃないですよ。1年間ですよ。1年間にそれだけ。 ぐらいかかりますと。で、実際ハリネズミを牛は飼って、今2年目になろうとしてるんですけれども、実際ハリネズミってどうなのって思ったら、意外と強いのよ。ね、でもなんかリデリケートな部分もあるんだけどあ、あとね、ケンタみたいな感じのオスはね、意外とア,アグレッシブなんで、意外とあの、なんか、うん、変なとこ登ったりとか、なんか爪剥がれたりとか、なんかちょっと、 なんか変なとこも潜って、埃をですねあの、勝手になんかもう、あの、掃除あんまりしてない、角の隅の、四隅のところから埃をなんか鼻に思いっきり浴びて、そこでカビ、カビをなんか拾ったらしく、ちょっと鼻,鼻にちょっとこう粉吹いてるとか、そういうなんか、なんかちょっと病気なんですかみたいになったりとかしましたけど、でも、あのそんなにすごいその、 二万七千円以上とか、まあ、三万近いお金を払うほどの重症はなってないので、 まあでも若いからね、今ね、あの、うちのハリネズミっていうのは、あの、ハリネズミって言ってもたい4歳ぐらいまで生きるのでうん、やっぱり人間もそうだけど、年取ってきた方が、お金、あの、なんかいろいろ病気になったりとかして、獣医に行く機会も増えるのかな、みたいな。そもそもね、ハリネズミを対応してくれる獣医っていうのかな、小動物 OK みたいなところの病院ってなかなかなかったりとかするんですけど、あの、うちは、 あ、えー、って、すごくいい先生で、よかったなと。で、ケンタも、なんかあの、桜にですよ。もうほんとね、セブン・チビノスケンの動画を見てくださっている方だったらわかると思うんですけど、あの、桜とケンタってね、もう、あの、桜を保護してきた時から、あの、なんか、桜もうむちゃくちゃちっちゃかったんですよ。110グラムとかね。すごいね、ガリガリの、ゲロゲロに細くて、で、 あの、いっぱいで生まれて一緒に行ったのに、引き離して一人だけこう、うちに来たわけだから、寂しいかろうよ、みたいな感じで、ケンタが割と、あの、お父さんみたいな、おじさんみたいな役で、あの、結構寄り添ってで遊んでたりとかしてたんだけど、なんか、う桜が噛んだみたいな感じのことが、この、えー、何月ちょっと前、2週間ぐらい前に起こっ で、で、2週間、10日前かな。それくらいに起こって、まあ、ちょっと4日間ぐらいちょっと見て観察し、で、あのー、ちょっと可能してるっぽいな。ハニネズミの、特にオスって、おしっことかでうんことか知ったときに、結構こう、その、汚いやつを、雑菌みたいなやつ、菌を、じゃあ体でこうね、 こうし下に足が合ってないようなものなんで、なんかもうモップ状態でこう体にこうやるもんだから、じゃちょっとばい菌とか入って、なんかちょっとね、あれしたら嫌だなとか、ちょっと,ょっと傷、かき傷、かみ傷、ちょっと深いぞみたいな感じで医者に行って、で、構、ま、成、あ、剤をもらって、あの ちょうど一週間抗生剤を飲んで、あの、今日最新行ってきたんだけど、行ってきた時にはもう、来週は大丈夫です。一応薬飲んときましょう、みたいな感じで、あの、終わったからよかったんですけど、うん。ねえ、なんか先生にも、これって桜ちゃんか、って言われたんだけど、うーん、喧嘩したのか、その現場 ってないんですけどみたいなで,でもそ、それはハリネズミ、ハリネズミで、アニコム保険ってね、保険なんですよ。ね、これ、これ、ちょ、たまたま、その、じ、時期的に、こう、弁護士トーク、弁護士保険のね、これね、もう、いつ変なやつに取りつかれるかわかんない。本当に、あの、震災とかね、 もうそういう災害っていうのはね、いつ起こるかわからない。備えあれば憂いなし。もうこれがね、私のね、あのー、格言ですね。この保険料を、なんかもったいないと思うか、もったいないと思わないかは、一回でも被害に遭えば、ありがたみがよくわかる。こういうの、よくあってくれたみたいな。逆になんかこう、今、私は、あの、今はいいかもしれないけど、今苦しんでる方のために、この、 保険のね出してるお金の中で運営して運用して困っている人が助かってくれるんだったらみたいな考えもありますからみたいな感じであのはい入った次第でございますはいはい僕に説明を読んでないのでねで今日はですねカルビー大収穫祭のハガキがここにあるからじゃあカルビー大収穫祭の話をしとかないとちょっと納得いかないぞみたいな感じだと思うのでちょっと話しますけどカルビー大収穫祭の方はですね。 あのー、今、貼ってます。一生懸命貼って。あのー、なんとか、今週中に、出す、出す感じですね。これ、ちびのすけに貼らせたもんですからですね。これ、まあまあ、3点で、こう、まとまってるんだけど、途中1点が入ってきたりとか、9点が入ったら6点が入ったりとか、ちょっと計算、これ、これよ、みたいな感じで思ってるんだけど、なんか、一説によると、これが、 自動で計算されるとかっていうらしいんですけど、どうなんでしょうね。そういうことって教えてくれるのかどうかわかんないけど、カルビー北海道なんでね、割とね、使用対応だからちょっともう電話したくないな、この事務局に。うん、で、あの、私ね、ベルマークのポイントを1ポイント1ポイント手作業で、こうなんかあの、調べて付与してる あれを見たことがあって、こういうポイントってむっちゃなんか、あの、キャン事務局の方苦労してるんだなっていうイメージとか認識とかがあるんで、できれば分かりやすくいけよみたいな。だからもう3だったら3わワー貼って、で、あの、やるみたいな。で、基本的な考えで、私はもうなんか応募するんだったら絶対当たりたいので、オール3以上を推奨してますんで、私もオール3以上で行きたいかなと思ってます。はい。 あのこれ戦略ですあのなんかねちま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 あのちょぼっとポイントで何枚も応募するよりもあのその欲しいなと思ったタイミングの時にドカンとあるポイントを使うがいいですよ。うんうん、そんな感じです。であのこのポイントですねこんなにいっぱい貼りたくないぞっていう方はですね もうこれはこれもう本当にぐちゃぐちゃなんだよこれ貼られ,貼られてんのがさで5とかさ4とかさもうぐちゃぐちゃでさ頭きてんだよこれ、うん、何点かわかんないじゃんみたいな感じで頭きてんだよなこれ <laughs> こ,んなこんなあり方してとかって得点何ポイントって計算するの大変じゃんかみたいな感じでねちょっともうあいつには任せられないなみたいな。 うーんでもなんか手伝ってくれるからね、ありがたいんだけどね、ありがとうもうちょっと考えようよ、みたいな感じで言ってるでございます。はい。オール3以上で、えー、当てにか行くっていう、そういう感じで、えー、頑張りたいと思います。あとは、えー、フルグラでですね、ちょっと、あの1ポイントっていうのもあるんで、残念なことにね。1ポイントで、このオール3以上にならないときは、これ、これはあの、カルビーの えーなんか当選者だけが買えるな,なんとかカルビーのなんちゃらっていうちょっと美味しいカルビーのなんかポテトチップスの感じのやつの9ポイントとかだったんですけどあとは何だろうこれわかんないなんか友達がもう私これやってるの知っててポイント集めてくれああ集めておいてくれるパターンもあったりとかするし。 一応、あの、家族とかは、フルグラを食べたら、ポイント取っといて、この1年を備えてるので、まあ、あと、まあ、締め切りの、この、なんていうのかな、スケジュールに向かってですね、うん、あのー、応募していこうかなと。で、えー、今日、ちなみに、えー、買い物に行きまして、ちょっとね、買い物に久々に行ったんで、ちょっと何を買ったかというと、また、またお前やる、やるのみたいな。 これ、山崎の串団子。こういうのならいいんじゃん、みたいな。これ、なんか、一見高そうに見えるじゃん、こんな。これ、なんか、ちびのすき系にさ、食べるって言ったら、食べるって言うんだよね、本当に。ええー、そう、これ食べんのみたいな。まあ、いいよ、これ、これ、点ついてるから。パンは嫌だよ、パンは、みたいな感じ。もう、すっかりパンは来てるからね。うん、ペン、パン嫌だから、これ、串団子とかで、4ポイントで、うん、あの、これ、で、狙っていこうかなと。 思っておりますあの3万5000なので前回よりも全然あの当選数が多いのでちょっと希望が持てるんじゃないかなみたいな。でなんかあの最初冒頭でさ弁護士の話をさあの延々と熱くしちゃったもんだからさここまでさ話聞いててくれてる人がどれだけいるのか私はあのすごいなんか不安だったりとかするんだけどでもやっぱりねあの ああなんかやっぱりあの聞きたくないこと楽しくはない話とかでもやっぱりね聞かなきゃダメだよしっといて損がないようん o ですね今日なんかこれこれもらったこれなんかこれこれこれ検証はがきかと思ったら <laughs> あなたはどっち赤緑合戦、赤いキツネ、緑のタヌキ。どっちタイプですかどっちタイプですか私は、どんべい。<laughs> <laughs> 日清の方しか食べないかな。カップ麺とかあんまり食べないからさ、思うんですけど、あと買ってきたものは、まだ、まだちょっと、あの、もうちょっと頑張ろうかなと思って、あの、果汁グミを買ってきて、 まだそんなもん買ってんのかみたいな。ちょっと金額埋めがあったんですよ。うん。なので、えー、まあ、こっから、こから検証かよみたいな話かもしれないんですけれども、今日ちょっと、あの、ダイエーに行ってきたんですよ。ダイエーに。そしたら、うんと、こんなものを見つけてしまって、ちょっと、ちょっと危険、危険だよね。もう見ちゃったらさ、葉っぱも、 今度こそんみたいな。<laughs> やられても、やられても、私は、バーキブアップ、みたいな。じゃじゃーんで、行きたいのかって言ったら、何度も言ってるように、私、ディズニーランド嫌いなんだよね、本当に。 あの、ディズニーランドとかっていうかそもそも人混みが好きじゃないんで、あの、ディズニーランド嫌いなんだけどさ、人生においてそんなにディズニーランド行ってないんだよね。でも,でも一応ね、ディズニーランドってディズニーシーは一回ずつ行ったことがあるっていう。まあ一応経験はあるんだけど、でも関東人の割には低すぎるでしょ、その一回っていう回数は。うん、逆に。 サンリオピエロランドなんか、毎日入ってたっけどね、中にね、チケットがあるから、ありあまってたからさ、もう、毎日なんか無駄にタマセンターに行った時にな、なんかタマセンターで仕事することがあって、毎日無駄にサンリオピエロランドに入ってる。でも、こういう時代になったら、その毎日無駄に入ることも、事前予約とかしなきゃいけなくなって、できなくなっているっていう、そういうなんか現実っていうのかな、悲しいな、本当にな。 で、何を買ったら、こうなったかっていうのをお知らせしようとして、私はですね、ずっと荷物を、えー、えーえー、紹介しようと思ってたんですよ。じゃじゃーんダイエーではですね、ダイエーではですね、これは、ちびのすけのご飯兼おやつ。ダイエーでは、これが受けました、サラダ。 サラダチキン。プリマプリマって聞いたら、伊藤さんが結構主流でブリブリってなのと、あと、プライベートブランドがブリブリ言わせてた中、2個だけこれがあったの。全部オールサラダチキンで行きたかったわ。うんでもうでもう。で、うちのちビのチキンが大嫌いなのがこうくん。食えよって言ったらだよって,って言ってたんで。 これはでも、こうくんはまた検証がね、こうくんのバーコードでの検証があるんで、これちょっとあの、なんか、うん、なんかホットドッグみたいな感じで、うん、なんかそれつ作ろうってか言って、ちょっとごまかしてこれ,これを食わそうかなと思って、であとは、あ,あ、これもあ、サラダチキン、サラダチキンは食うよとか言って,言ってましたね。 で、えー、あとは、ベーコンね。ベーコン。これはいいよ。冷凍し,しといてもいいので、ベーコンと、あの、これ。ハム。安いんだわ、もうダイエーって値段が。だからちょっともうマジ、まじまじ勘弁してくれみたいなもういっぱい量買わなきゃいけないからさ、まだまだまだ2000いくらいってない、まだいってない、みたいな感じでちょっと、あの、うん、ちょっと気をも、もみました。 ねこういうなんか2000いくらも買いたくねえよとか思いながらあのねもうやるって決めてやり始めちゃったからさであいちびのすけが「何 VV は選んでんの持ってんの?」とかやって「や,やるのまさか」とか言って,言って「やるよ」とか言ってついつい言ったら「やだよ」とか言って,言って「ハム食いたくねえんだよ」とか言って。うん なかもね、クリスマスはハムだろ、ハムだろって言って、なんか笑いを取りながら買ってみました。え、これ、あ、よかった。岩手プリミートって書いてあったか、この後ろに。もうまた間違えたみたいな感じで思ったんだけど。ああ、岩手のプリミートっていうところが作っているプリマハムの焼豚。全部プリマかどうか確認しないと怖いからね、本当に。もうこれしくじったらまた行かなきゃいけないっていうさ。 このこのビアソーセージ、これサラダにちょっと、サラダになかなかいいんですよ、これ。これの。あと、あのこの時期になってくると、もう山ンでホットサンドを作ると、もう賞味期限がちょっとなんか納得いかないね。短い。普通のスーパーよりも、値段は安いなって感じるんだけど、賞味期限が短い。うん。あの、あんまりなんか売れてねえのかなっていう、そうな感じですね。で、 えー、熱くてうまい切り落とし焼き豚。もう増量しなくていいからさ、このキャンペーンのさ、ハードル下げてよ、みたいな。うん、なんか外れた人にも、2600円とかまで、このね、ハムをさ、買ってるっていう段階でさ、もうなんかもう、みんなになんかくれよ、みたいなのは、思うんだけどね、本当に。 こっちにまた、またやったよ。今年で、えっ、ー、と、バローやったでしょヤオコーやったでしょ ?3 話やったでしょで、これがダイエーで4発目ですわ。1万円ぐらいプリマ買ってますわ。はは、バカだな。ははんとか言っ,ちゃって。で、あの、最後に、最後にちょっと怖いから、タコさんウィンナーでね。 これね、タコさんウィンナーの何がいいところかっていうと、あの、コークンだと、あんま美味しくないのに、このコークンなわけですよ。もう、値段もそれないだしこれだったら、もうほんとアルトバイエルンとか、シャウエッセンとかの方が全然いいんだけど、納得いかないんだけど、でもプリマはとにかくキャンペーンが多いので、ちょっと納得いかないけど買いましたが、うコークンにはない最高さがあります。タコさんウィンナーっていうのは、本当にタコさんになる。 っていうところ本当にねちろっとタコさんなら食べるんだよあのちょ,ちょっとしたところにお弁当にこれを入れるっていうことはないんだけどあのー、この目のね穴まで開いてるっていうこのただ焼くだけで一応タコさんになるっていうところはなかなかねいいのでうんなかなかこれは評価できますねまあまあでもやっぱりえー この着色料添加物なんちゃら半ちゃらとかいう、これを見るとちょっとなーっていう、どよーんとしちゃうんですけど、そんなこと言ってたら、ハム系とかは買えないので、これを買いました。 えそして、なんでこれを買ったかというと、あのー、カゴメのやつを買うと500円以上買って、3000円以上だとなんちゃらに、ね、応募できるっていう検証があったからです。で、私、うちカゴメのやつでむっちゃあの好きなのは、この、えー、洗わないでそのまま使えるベビーリーフ。これがね、すごい好きなんですよ。 これすごい超便利であのサラダシリーズのあの切ってるサラダのあのアキューピーアイのキピーの方の,あのサラダクラブみたいなやつあれはねちょっとやっぱりね酸化防止剤とかの匂いが気になるんだけどこれベビーリーフの場合だとそれがないんですよ、うん、葉っぱなんでね葉っぱなんでであの結構あのこれ 好きなんですね。この、このシリーズ。洗わないで OK っていう。その、なんか文言がある段階でもう結構、あの、なかなか好感触。あの、基本的に、あのね、勝間さんもベビーリーフをよく、えー、召し上がってますね。あの、アマゾンフレッシュで頼むベビーリーフで、あの、そのベビーリーフが、なんかちょっと気に入らなかったに、 状況で届いて、アマゾンフレッシュに苦情を言った話とか、だからアマゾンのプレミアム会員は最高なんです。ぜひ皆さんもアマゾンプライムに入ってみてください。はい、わかりました。っ私も入ったんですけど、エベビーリーフ、<laughs> なんかね、 アマゾンプライムとかで、なんか不具合があった時はプレミアム入ってると24時間すぐ対応してくれて代替のものが届いて良かったですみたいな感じなんですけど、あのこのベビーリーフね。でも普通のベビーリーフって洗わなきゃなん洗、洗わないでいいとは書いてないから。で 勝間さんはもう日本なんてこんな安全なこういう国のこういうサラダとかはもう生産者様がお信じて私は洗ってませんとかって言ってましたから洗わないで食べるんだとかでも私洗わないでそのまま使えるって書いてなかったらあの普通にベビーリーフって言ってるじゃないですかでもそれのベビーリーフを買ったとしてもあの 洗わないで食べるのはちょっと嫌だなでもこれ洗わないでそのまま使えるって書いてあると、そのまま使うぞ的な。そしてこれはいい感じにいつも検証対象商品だったりとかするんですね。で、いつもこの状況で、前、昔なんかでここにあるちょっとしたマークだったんですけど、最近この国産マークが検証のね対象の あれになったりとかするんですでも今回はパッケージに書いてありましてですね、対象商品を含む、えー、ご購入レシートで応募って書いてあって、これがね、書いてあるんですよ。でもこれさ、3個買いましたけど、まあ、500円いくために3個買いましたけどさ、3個買いましたけど、えー、レミパンミニ当たったぜよ。持ってるぜよ。レミパンミニが当たったのは日清ラオウで当たってるんですね。 ったっのがレミパンワイドなんですよだから別にこれがもう一回欲しいのかって言ったら欲しくはないんだけどやっぱりちょっと買っちゃいました。ちゃんぐらいだったらね。まだあのー、今買い物行かないで過ごしてるから、まあ、3日間これでまあ3日っていうか2人で食べたとしても1日2日ぐらい。 ま、三日ぐらい持つような感じの感じで、これで生野菜みたいな。あとは、あ私の心の友。もうね、忙しくってさ、あのー、昨日、昨日になるんですけども、日またいじゃったんで、昨日になるんですけど、昨日はね、朝昼バンと食えなかったんだよ、もう。死ぬかと思った。で、この死ぬかと思ったの時に、どうにもこうにもお腹が、 ぐーってなっててなくるぐーってそれがちょっと恥ずかしくなってきたんだけどでも意外とね私はねすっげえ腹が減ってでもとりあえずなんかあのんんー生き生きていけるというか我慢できるという感じただ寝る前に食べてない寝る前に食べない状況で寝るとなんかこう熟睡できないからそれがちょっと本当になんか悩みの。 あれですね。起きてる時ほとんど食べない。ご飯を。食べてる暇がないみたいな。なんか、こま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 やることがあって、なかなかなんかこう,うん、食べてる暇がない。ない。ない感じでございます。そういう時にですね、このカゴメの野菜生活のこのスムージーのタイプ。野菜生活の紙パックのやつは、 むっちゃね、飲みにくいかったりとか、あの、ストローつけて、ストローでキュってあの、吸引力も必要だし、あの、無理なんだけど、これならね、こう、普通にこう、握力の低い私でもこれが開けて、飲んか。これ結構気に入ってるんですよ。あと、おしゃれなね、カゴメのやつがあれば、それを何本でも買ってもいいかなと思うんだけど、ちょっとダイエーにはなかった。うん、100万ペースってこれだったね。 過去目の野菜生活百。これ、秋限定で。これっすうん。うん。なん、美味しいなうん。美味しい。野菜ジュース、いや、あの、ご飯食べてる暇ない人とかでも。ご飯とか。あの、野菜を食べてる。暇がない場合でも。 やっぱジュースを野菜いジュースを飲んで,でから食事を食べたりとかするっていう,こうベジファーストをするとあのいいらしいですよ。うん、あの心掛けてみてください。カゴメのあとデブルモンテもやってるねでも飲みにくいんだよねデブルモンテってそんなにさ全部飲みきれないからさあの1リットルのやつは結構きついでございますね。うん うん、もうこのスムージーのやつはそれなりになんかのお腹にたま,まってくるので、うん、だから気が紛れていいでございます。はい、ーということでなんか謙遜の話とはなんか全然違う話をね厚くしてしまったんですけれどもでも,もう人生においていつ何時何が起こるか分かんないんでこのくだらない話もですね バカにしないで、聞いてるあなたはいつか役に立つと思う。うん。もうそれでね、もう本当私は白愛の精神で、あなんかすげえ困ってる。なんかな、私のことディスってさ、やってるやつの味方にはならないけど、味方にはならないけど、ちょっと知らない人でも、すごい困ったことがあったら、言ってくれれば相談に乗るからさ、うん、ちょ、ちょっと大人の、 あのなんかこう対処法若干年のこで知ってるみたいなこれなんですこれと絡めて買ったんですよとちょっと今日なんかすげえ3000円以上買っちゃったんでちょっとなんかこう紅葉してる感じ買っちまったよ買っちまったよみたいな感じではいなんかまあ全部検証の絡み, <laughs> 絡みのやつなんだけど検証の絡みなんだけどなん こっちの,のこれの方が欲しいのにさプリマのこれ買ってんだよなんか思いながら買いましたまたこれからもちょっとあの野菜炒めとかはしばらくベーコンとか使ったりとかしてうんベーコンでしのいでい,いこうかなとあとはあのホットサンドとかなんかチビのすけが食べそうなあのなんだあいつやホットケーキミックスであのウインナーを ちょっと絡めてやるとアメリカンドッグ的なものになったりとかするじゃんそれするとあの食べるんでアメリカンドッグ的なものを作って食べようぜみたいな感じで、えー、消費して頑張ろうかなとまあもうね外れたことがねもうこう忘れちゃってわ忘れてねえなこないだちょっとムカつくって言ってたぐらいだからもう見ちゃったの悩んだんだよいやもう今回はやめとこう つって、あの、一瞬帰ろうとしたのに、何、母ちゃんお前持ってんのみたいな。何、これ今持ってんのかなんか、ちびのすけがなんか、ね、なんか、何回かなんか固まってた。何持ってんのみたいな。いやいや、ちょっと、マジ、買おうかなと思ってさ、なんか欲しいもんある。あるわけないじゃん、ハムイなんか、とか言って言われて。でもさ、なんかない。じゃあ、サラダチキンかなとか言ってて、結局、あの、うん。 だろサラダチキンは食べたいよなあれだけサラダチキンは買おうぜって言って、サラダチキンがその3つぐらい結構飛び、飛び、飛んで、最後の奥の方に取って、あともう手前の方にはなんかあの、糸浜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 のサラダチキンって言って、置いてありましたけどね、うん。バジルとかそういうの嫌いだから、プレーンのやつで。だからサラダチキンレシピ的なものとかを考えるしかないな。サラダチキンとかでなんかあの、 えー、食パンで、山 <laughs>、山パンのや、やるから、山パンので、ちょっと、ほら、8枚切りとかにして、ケバブっぽく、ケバブみたいな、なんかサルサソースかなんか入れて、野菜入れて、サラダチキン入れて、とか、となんか、ケバブ的な、ケバブっていうのはなんだかよくわかんないんだけど、あ、ケバブってあれか、肉を、 なんか、まーってな、刺して、なんか、ずっとなんか、あの、うん、ストーブみたいなやつであ、焼いて、それを、あれか、こそいでいくやつか、あの、えー、江ノ島の、あの、江の電の、ウいって出てきて、おめこらとかして言った、あの、鳥鉄くんのあれって、ケバ、シシカバブか。シシカバブとケバブと、あその辺の料理の違いがわかんないんですけど、あれ、マジなんかね、今世の中面白いよね。 本当に、なんか、あの、普通になんかこう、別にそれ、テレビとかでやるレベルじゃ、あ、テレビでやったのかなわかんないけど、なんか、ほんとなく、くだらないことでなんか面白いことがなん,かなんか起こってますよね。かやの外でございますが、うん。そんな感じで、え、本日の、えー、ちょっとお話、な真剣なモードから、えー、じゃまたこれでさ、私一人で喋りまくって1時間、 これずーっと喋ってるからさ、すごいよねって言われたりとかするんだよね。私、そんな1時間喋れんわ、みたいな。ライブかなんかでコメント拾いながら、この人はこの人でこうですね、ああですね、とかいうなんかこう、ただ呼んでるだけっていうやつじゃないから、これ私がやってるのは、一人で、だから誰かに何か話題を振り、 振られて喋ってるんじゃなくて、一人で勝手に喋ってるっていう、ね。これがなんかちょっと特技なんじゃないかな、みたいな。ちょっと違うことで、なんかこう、ただだらだ,だら、あの、こう、ババアの話を聞きたいっていう人のためにですね、あえて、ちょっと長話シリーズというそうですね。不 <laughs> 編集なんだよ。不 <laughs> 編集だけ。 切り取って、ああ、これとかつって、あの、いい感じにこう編集して繋いでどうのじゃないの。ぶっ通して、ピッてやったら、ずーっと小石時間で喋ってるっていうのが、私なんですね。最近その、あのー、 プレミア公開の30分バージョンの30っていう数字を意識した喋りじゃなくて、1時間喋るようになっちゃったからさ、ちょっと気がつくと1時間行くんなああ、もう。でもこれさ、逆にさ、1分でショートでやってくださいって言ったら私1分バシーでね、1回でバシーって1分で撮れるんだよ。これも才能だと思いますね。あと1分なんか喋ってくださいみたいな感じとかも。いけんだよ。 ショ,ショートでこうやって、うわーってガ,ガソリンスタンドとかでさ、エネアスだなんとかなのねん、あれですこう言って動画、1分間であ、ちょうど勝手に喋って勝手にチッて終わった頃に、なんかご用でしょうかとか、店員が来るっていうね。いやいや、もう終わりましたからね。一人で勝手に喋っちゃっただけです。はいって言って終わるみたいな。うん、なんか、不思議な才能よね。これ才能っていうのかしらわからないけど、うん、なんか全然なんか、あの <laughs>、 いい才能なのか分かんないですけどまああのいつもお付き合いいただいてありがとうございますいやもう本当になんかあの何かのね役に立っていただけたら何かの恩返しになったらとか何かの役に立ちたいなと、えー、思うばかりでございます。はいということでご視聴ありがとうございました